こんにちは、あるいは。こんばんは、神山でございます。ラーメンバトバトンですね。来ております。本日こちら、ほっぺ屋さんでございまーす。あのね、前々回のトコモンさんで、ちょっとお話出てきましたが、ついにやってくることができました。こちら東区役所ですね。東区役所の駅というか東区役所の真裏でございます。割と場所はすごく来やすくなっているので、この動画を見て食べたいなと間違いなく思うと思うので、皆さんも来てみてください。というわけで私入ってみます。はい、ラーメンポッペアの遠藤です。よろしくお願いいたします。メニューを見てまず驚いたのは、一杯につきいつでも無料でミニ鶏そぼろ飯か小ライスのどちらかがついてくるというところ、すごすぎます。ありがとうございます。こちらは和風醤油ラーメン。見ただけで丁寧な仕事がわかる見事な一杯です。こちらは味噌ラーメン。やっぱり札幌といえば寒い時はこれですよね。いただきます。見た目に綺麗だな。あ、香りが良いな。うん、麺もすごい濃い。ちょっと麺も美味しい。ほらと太い麺も。うまい。美味しい。この上に乗っかってる葉っぱって蜜葉ですか？蜜葉。あ、へえ。チャーシューが熱い。最高だ。うん。ゴロゴロ崩れる。チャーシューうまい。山沢さんがおっしゃってたの、具と一緒に食べるっていう俺もよくやるんだけど、なんか最高に合う。海苔も美味しい。いただきます。こちら味噌の縮れ麺ですね。ちょっと太めです。うん、美味しい。うん、だけどスープがないです。しっかりして買ってお口も、うん、本当にめちゃくちゃ美味しい。結構ピリ辛だ。うん、美味しい。うん、こっちまたグッと合うな。結構野菜がたっぷり入ってくるっていうのも嬉しい。うん、味噌食べてからこっち食べるとすごくカツオの香りがするね。うん、結構くっきりと味が違って、うん、美味しい。ありがとうございました。すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。まあその前々回が、はい、そうトコマンさん、はい、はい、その時にそのずっと名前が出てて、もしよろしければぜひ見ていただけると、なんかすごく大絶賛いいですね。すばらしいんだな。はい、あ、そうだった。はい、うん、はい、そうですね。あ、あれなんですか、このホッペ屋をやられる前は。そうですね、企業、そうですね、企業系の、はい、ラーメン屋さんにいて、何店舗もあるような店舗の、はい、で、そこで、そうですね、高校生ぐらいからですかね。はい、ずっとバイトでやってて、はい、そこからそのまま就職してという形で。あ、なるほど。じゃあ就職したのはこちらでなくて、また、はい、そうですね、別な、はい、ところにで、7年間ぐらい、はい、で、もうそうですね、18ぐらいから店長やらせてもらって、はい、はい、で、そこからそうですね、5店舗ぐらい見るようになって、総店長でやらせてもらうことになって、はい、20代前半ぐらいで、はい、すごい速さですね。いやいやいや、全然なんですよ。そうなんですそうなんです。僕みたいなレベルの低いのは20代前半で総店長とか。いやいや、はい、まあそうですね、言うのはね、あれなんですけどいや、すごいことだなって思う。いや、もう全然ですよ。でも、うん、これで、ナスさんと、まあ、うん、いろんなことあって、はい、僕もちょっと本当のラーメンって言ったら申し訳ないですけど、はい、特に、はい、はい、ちょっと本気でラーメン知りたいなと思って、はい、ちょっと探して、で、はい、で知り合いの方に夏森さんっていう方がいるっていうので教えてもらって、じゃご紹介みたいな。そうですね、で、はい、で20代前半の頃に、はい、夏森さんに会って、はい、でそこから一緒にやらせてもらうことになってっていう形で、こちらのホッペ屋最初に入った時は、いきなり
バイトからの創業ですか？じゃなくて、一応正社員という形で、はい、もともとあれですね、はい、総店長やられてたから、はい、急にそこに戻るってなかなか、はい、あ、いえいえ、全然全然、いや、僕はもう全然ダメだと思ってたんで、決断はなんか、はい、結構、あっさりやってました。あっさりです、あっさりです。もう、じゃあ僕はやりたいと思って、はい、それはやっぱりその将来的に、そうですね、自分で、自分で、はい、やりたいなと思いました。それと6年前ぐらい、6年前、はい、6年前、はい、はい、僕は今29なんですけど、はいはい、6年前って本当すぐ本当最近の話なんですけど、そうなんですね、はい、6年前ってことはそこはができるくらいの時ってことは、そうですね、その5年ですね、そうですね、はい、そうです、6年前に僕入って1年でそこはできてっていう形 で、ね、で1年であのこっち任せてもらって、はい、すごい、その時はまあ店長だったんですけど、はい、店長と、はい、そこがオーナーというのがあって、はい、どこはその1号店の近いところに、はい、やっぱり交流みたいなのやっぱりまだたくさんあるんですか？あ、今ですか？あ、そうです。今も朝は僕仕込み、はい、こっち11時からなんでオープン、はい、で仕込み大体段取り終わったら、はい、朝ごはん食べに、あ、9時50分から9時50分からで食べてっていうのは今毎週1回2回は食べに行ってます。そうなんですね。すごく僕があれの言うのもあれなんですけど、すごく面倒見がすごく、僕もそうですね、いっぱいいろんなことを気にかけてもらって、今でも僕と連絡くれて、はい、連絡来てくれて、そうですね、気にかけてもらって。ラーメン自体はその高校生の時からやられてるってことは、そうです、もう12、3年ぐらい、そうですね、なるんですけど、いやでも本当その7年間っていうのは全然あのなんていうんですかね、そんなに勉強になってない忙しすぎて、そう、僕本当にただもう作ってただけっていう感じですね。あ、なるほど。グループとかだと作り方がなんか決まってて、そうですそうですそうです、もう全部もう分量決まってるみたいな感じのやつでやってますね。だから一から作ってとかっていうのはちょっと全然経験したことなかったんですよ。全くじゃ違う、はい、そうですそうです。なんで僕はそれを見たいなと思って、はい、なるほど、はい、それからそうです、実はその頃とかもどんな感じでしたか？いやもうそれとも違った、めちゃめちゃ大変でした。そうです、今もう本当に僕のこと褒めてくれてるつもりがめちゃめちゃ怒られました。そんなすごいです。そうなんですね。そのぐらいできなかったです。そうなんですね。そんなにずっとやってきた方でも難しいものなんですね。めちゃめちゃ難しい。やっぱり安藤さん、日本料理から、はい、ラーメンの方にっていうもうすごいんですよね。仕事がやっぱりすごく丁寧だし、もう仕込みがあの込みすぎてて、はい、あの手の込んだものが多すぎちゃって、なるほど、はい、味噌とかもやっぱ作ってもう夜僕がこう作って、はい、1週間寝かせてから使うっていう形なんで、すごいですね。そうなんです、もういっぱいあるんで、それもやったことないし、はいはい、じゃそれを全てその継承して、そうめちゃくちゃ大変だ。めちゃめちゃ大変です。やったことないんでですよね。本当に最初はもう頭をもうグーグー回ってました。なんだっけ、何からやればいいの。そりゃそうですよね、間違いなく。これを一人でやってたのかと思うとすごいなと思って。もともとは一人でやられてたんですか？そうですね、あの一人、夏森さん一人と、あとまあバイトの方たち、あと、はい、でも仕込みは全部一人じゃないですか、やるのは。そうですよね、はい、それがやっぱ仕込みが一番大変なんで、やっぱ飲食業って。そうですね、だからメンマ一つでも本当にそうです。メンマも2日間あのすごい美味しかったっす。そうですね、はい、だからああいう太いのってやっぱり臭みすごいから。あ、そうなんですか？あ、そうなんです。だからそれを臭みなくすための作業がすごいんですよ。3日かけて4日目からしか使えないんで、メンマは。あ、そうなんですか？そうです。だからそこがまたすごいですよね。すごい、じゃあ手間暇かかってるんですね。そうなんですね。1日で作れるものって今のところないんじゃないですかね、この店で。そうなんですか？そうですね、全部そういう、全部寝かしてからとか、はい、っていうそのこだわりが。そうです。だからもうあれ作ってあと残りだからいろいろ計算しながら作っていかないとなくなっちゃう。なるほど。じゃあまあ一応現品はまだ寝かし足りてないから、もう今日ここでじゃあおしまいのことも、ね、っていうふうにならないように、はい、そうです。本当にいっぱい忙しくさせてもらったらちょっとなくなっちゃったりしたら、もう明日の分なくなっちゃうんでっていうことでっていう時もありますけど、はい、あ、そうか、明日の分も使えないからもうここで作るみたいな、はい、っていう時もあります、はい。結構そのなんか昔全然お安いお値段でやられてるんですよね。いや、
それ夏目さんがほらあの安くっていうか、はい、やっぱいい逃げるまでなんで食べてもらいたいっていう。そうですね、はい、まあ、僕もあんまりあげたくない。その選手が見せたらしいです、ね、はい、その昼間の無料サービスって書いてるこの、ああそうですね、これは何なんですか。そぼろ飯なんですけど、はい、これもそぼろ飯もあの全部朝作ってるんですよね。え、これ無料ってどういうことですか。そのラーメン食べたら、はい、そうです、ラーメン1杯につき、これもらえるんですか。そうです、あのやっぱ夏森さんの、はい、まあ夏森さんがいっぱい出てくるんですけど夏森さんはやっぱり、はい、無料あのラーメン1杯で、はい、やっぱちょっと足りないなっていう方に、はい、やっぱちょっと小ライスとか、はい、そぼろ飯あったらそれでもお腹いっぱいになれるんじゃないかっていうので初めてやったんですよね。上がすごいなと思って。サービスって聞いたことないですけどね、はい、それもじゃあもうそれもだって込み込みのお値段っていうことじゃないですか。これは、はい、だからすごいです。そぼろも前の日にあの全部作って、はい、一回寝かしてから次の日から。そんな大変なもの無料までですか意外と結構やるんですよ。高さありますね本当に。ミートボールそぼろ飯と小ライスが、はいはい、まあ、間違いなく一番人気なのあれなんですけどもその今あるそのサイドメニューとかそのものとかね、はい、その一番出るものとかってトッピングでもあるんですけども、はい、どれが一番人気なんですか。チャーシューじゃないですかね。チャーシューが一番人気ですか、はい。僕はね、チャーシューはやっぱうちのは太いんですけど、はい、ちょっと食べ応えありますね、はい、まあ、普通に赤字なんですよ。でしょうね、まあ、3枚でこの値段でで赤字ですね。赤字でもやっぱ皆さんこれが好きじゃないですか、はい、確かに。だからこれを薄くしたりとかっていうのは考えてないですよね。なるほど、このままでやりたいなって思ってます。いや、あんなに分厚いのにすごいボロッと崩れるってどういう原理なんだろうと思っちゃいました。あれもやっぱりじゃあ時間かけて。そうです、時間かけて3時間で茹でた後に、はい、醤油につけて、それはもう生地につけて赤字ですよね、はい、ガスだやなげなもめちゃくちゃかかってますしね。あんなにホロホロする油もなんか全然しつこくないというか、油も多い。まあ、肉最初に掃除するんですけど、はい、その時にいらない油とか最初に取ってから処理してやってるんですよね。油も全然ありますけど、はい、全然しつこくないですもんね、食べてて。ちょっと本当に多いところは全部取っていう感じ で、 そうなんですね、全部一つ一つやってるんですよね。すごい、なんか本当になんかなんていうんですか、こう舌で押しつぶせる的な油の部分と、あとなんか本当になんか歯なくてもポロッポロッといっちゃう感じの、はい、皆さんの確かにそれが好きだっていうのを皆さん言ってくれる。なるほど、はい、3枚250円で、でも赤字はちょっともっと、いや、やっぱ、いや、その前はそんなに赤字じゃなかったんですけど、はい、今やっぱり物価だって、はい、すごい上がってますもんね。もすごいですよ、上げ幅が本当に。しかもびっくりするぐらいちょっと上がったのにまたすぐ上がってそうなんですよ。全然追いつかないですよ、ね、追いつかないですよね、うん、でも落ち着いてもらうのをちょっと願うしかないですよね。そうですよね本当に、はい、まあ、まあでも今日あの和風醤油ラーメンと味噌ラーメン、はい、食べさせていただいて、はいはい、一番人気の出てるラーメンで、はい、でも味噌ですかね。やっぱり味噌、はい、一番は味噌ですかね。味噌か醤油か、はい、じゃあ一番二番の構図が出てるんですね。でもここに来てくださる方、やっぱつけ麺だけ食べる人も結構いるんですけど、あ、なるほど、本当につけ麺以外食べない人はいるんですね、はい、つけ麺が大好きだみたいな感じで、はい、そうですね、油そばもあって、うん、辛味噌、和風塩もあって、はい、和風塩もすっごい気になるわけですね、はい、そうなんですね。しかも三つ葉持ってるっていうのはなんかちょっと和風ですよね。そうですよね、珍しいですよね本当になんかちょっとこの清涼感あるというか、うん、お吸い物っぽさみたいな、はい、その上に乗っかってる可愛いなんか人参、もみじみたいな人参みたいなやつ、これもなんかちょっと和食っぽい感じの、そうですよね、和食というか、はい、こういったものも本当に細かいところまで全部、はい、寝かしたりとかそうですね、いやもう働いてる時間めちゃくちゃ長くなっちゃいますね。長いですね。長いですね。めっちゃ違って、はい、もう11時から15時の1時半から20時半じゃないですか、はい、結構変える時間はかなり、そして10時とかね、夜ですよね、はい、朝は7時ちょっと過ぎて、あ、そうそう、ないから、はい、そう、いや、ないと間に合う、そうなんです、成分の仕込みが受けるとか忙しいから、そうですね、はい、ありますもんね、いや、そんな、いや、なんか、本当に頭が下がるしかいいんだから、いい、出てこないぐらいの実存ですね、はい、いや、すごいな、めちゃくちゃ美味しかったですね、ありがとう、本当に和風醤油の
まっすぐ醤油のそのメインの話なんですけど、全くそのしつこくない白湯。そうですね、白湯なんですけど、うん、豚骨なんですよね、はい、で、それに一応煮干しのスープも混ぜて合わせてスープなんですよね。煮干しも入ってて、はい、そうなんですよ。で、まあ、味噌全部塩、醤油、全部同じスープなんですけど、あ、そうなんですか、ええ、だけど、ここで変わるのが油とか、はい、魚粉と醤油だれの方が全部何種類も煮干しと、はい、厚削りの節系使ってるんで、はい、それで全然味がすごい違うとね。味噌それこそ一口食べた後に醤油戻ってきたらめっちゃ不思議な感じのすごいなと思って香り感じました。そこも本当夏森さんの名前が出てくるんですけど夏森さんがこだわった醤油のと塩の油、はい、それが一番大変だったっていうのを聞いてて、はいはい、やっぱこれがやっぱ厚削りのやつをラードでこうずっとじっくりコトコトこうやってるんですよ、はい、火にかけてて、でそれが焦げる寸前のところまでいかないと美味しくならないんですよ、はい、でその前とかだとちょっと生臭かったりとか、めちゃ美味しいですね。やりすぎちゃうと本当焦げの味になっちゃう。それって見た目で分かるの？見た目で分かんないですよ僕もだから最初めっちゃ焦がしちゃったりしてめちゃめちゃ怒られちゃいました。いやそれでもしょうがないですよ。そ それ捨てろとかって言われて、はい、それもなんかそうありますもんね。感覚ですから感覚なんですか。そう感覚でやってもうこんなもんだとかって匂い嗅いで、はい、これで生臭いのが消えただろうとかってよく言われてたんですよ。分かんねえなと思って分かんないですよね最初のストレート分かんねえと思ってはいとかって言ってたんですよ。分かんねえなと思って。いやそうですね。皆さんそれこそ舌とか鼻とか良いからできてるってことですよ、はい、僕多分一生分かんないいや何回かもう一緒にずっとやっていくうちに怒られて怒られて、はい、あこれがこのあれなんだっていうのも分かって、もう最初言われただけじゃ全然分かんないこれってポップ屋さんの、はい、遠藤さんが任せられたから、はいはい、今これ何年目ぐらい1年目ですね。まだはい、なんかちょっとだけ変えたりしたのってまだ人がいっぱいない。いや変えてないです。まだ変えてない。はい、これはそうですね。夏森さんとは話したんですけど、はい、なんかあれだったら変えてもいいよとは言われてるんですけど、はい、僕は変えたくないと。あ、なるほど。やっぱホッペ屋っていうこのラーメン屋で、はい、ずっとこのままやっていきたいなと思って。あ、なるほど。夏さんが守ってきた。多分そういうところなんですね。すごくいや本当にそれは嬉しいことだみたいなことなんかおっしゃってたので、なんか本当になんかやっぱりそう名前はなんか残ってるっていうのはすごいなんか大事なことですごい嬉しいですねみたいな感謝しかないですみたいなおっしゃってたんですよ。そういうところなんですね。まあまあちゃんは変えずに、はい、変えずに今後ずっとやりたいなと思って。はい。夏森さん食べに来られたりとかすることあるんですか？ありますあります。はい。その時はめっちゃ緊張します。確かに。まあめっちゃいっぱい喋りかけてあれですけど、本当にめっちゃドキドキします。はい。その1年間の中で大変なこととかたくさんあったと思うんですけど、いろんな苦労されたこととかあったりしますか？一番苦労したこと。一番苦労したこと。はい。自分が経営になって、はい、ああ、はいはい、経営者になってから、はい、ああ、いや一番、いや多分僕はまだそんなに多分苦労してない方だと思うんですよね。やっぱり夏越さんが築き上げてきた、はい、このホッペ屋を最初から、はい、土台があって、でもやっぱコロナ禍の時はちょっと結構厳しかったです。そうですね。あと2月の大雪で、ああはい、やっぱり。やっぱもう皆さんねあれだったと思うんですけど、皆さん身分が取れなかったです。そうです。あの時はやっぱりさすがにやばいかもしれないと。そうですね。まだその時は任せてもらってね4ヶ月とか5ヶ月くらいだったんで、はい、やばいかもしれないっていうのはありました。そうですね。そういった時ぐらい。そう今のところはそうですね。なるほど。あとはもう本当に皆さんよくしてもらってるんで。はい。はい、すごい。なかなか自分のまんまなんですね。そうです、今はもうお客さんね、すごい面白いというか、はい、なんかエピソードみたいなのあります。お客さんのこれちょっと面白かったなっていうエピソードみたいなのあったりしますか？面白かったエピソード、はい、お客さん、本当にめっちゃ食べてたとかでも全然いいんですけど、あでもめっちゃ食べてたっていうのはそうですよね。僕はそうです、初めて大型カレーちゃんっていう大食いの札幌にいた方、はいはい、女の子が来た時に、いや僕最初分かんなかったんですよ、はい、こういう業界の個人店とかやったことなかったんで、はい、その時結構有名な、はい、女の子で一人で
来てすごい細身の子で、はい、全部のラーメン全部大盛りで買ってったんですよね。全部のラーメンを全部細身、はい、で、えっと思ってちょっと何名5人か何かで来てるのかなと思って1人だけど、はい、あれって言って何名様ですかって言って、いや1人ですよで全部あの私のタイミングであの出してもらっていいですかみたいな感じで食ったらもう次、はい、そうですって全部大盛りで全部食べてたっていうのはあの時は本当にびっくりだったんですね。すげえ何種類ってことか。5種類ですね。5種類、醤油塩の味噌とつけ麺と油そばって全部盛りで、それも、はい、その時がめちゃくちゃ好き。全部大盛りですか。そうです。どんなコッポになってるんですかね。いやいや、そしてすごく細いんですよ。だからもう信じらんないなと思って。その時はすげえなと思いました。すごいっすね、それは本当にもうとんでもないエピソードですね。それはもうそうですね、一番印象に残りました。それは残りますよ。そういう女の子が5人ぐらいで後から来るのかなと思いましたもんね。そうです、その後にも来てくれたんですよね。それで僕調べてたんですよ。いやすごい有名な方なのかなと思って、そう結構は有名な方で、次来たらもらおうと思って、で来られて、来てもらったんでちょっとお願いして、その2回目来た時もいっぱい食べました。いっぱい食べました。あれなんですね。じゃあそういう方々って普段からそんなにたくさん食べてるもんなんですか。そうなんですね。普段から食べるんだと思って。すごいお給料結構。そうですね。大変ですよね。に、はい。ラーメンさんのお話してもらいましょうか。はい、マライス食堂さん、はい、の佐賀さんにお願いします。ありがとうございます、はいはい、いやどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ホッペ屋さんですね。もともとね、那須堀さん、今所沢の店主の方がやって、まあ、その店名とね味もしっかり継承してやられてるととても嬉しくてね、本当に美味しい和風醤油ラーメン味噌なんかも本当に美味しいんで、ぜひ食べに行ってほしいです。お願いします。ありがとうございます。次回はマルエス食堂さんにお邪魔します。お楽しみに。カラちゃん、ヤちゃん、サクスポール。エヴァちゃん。